ははい皆さんこんこにちは村長です今日も最新の AI をうまく活用して僕は音楽の仕事に携わっていますのでミュージシャンの人たちがライブの企画をする時にとっても便利な ChatGPT の使い方とそして Google のワープロですねほぼマイクロソフトのワードとよく似た機能を持つワープロですけれども それをうまく活用したら、どのように企画書が早くまとめられるか、それを皆さんにお伝えしたいと思います。もちろん、音楽家の人じゃない人にも参考にはなっていただけると思います。そして、冒頭にお話ししておきますけれども、OpenAI の API というのを使います。 3ヶ月は完全無料ですけれども、それ以降は課金がかかりますけれども、僕のようにどっぷり使っていても、今のところ1円未満の価格です。この1円未満だと、ちゃんと請求されるのか、えー、それもどうなるのか、今後の利用量を注意深く見ていきたいな。 と思っておるんですけれども画面に出しているような僕の今の利用状況です0.0004ドルというような価格で1ヶ月の利用料がなっていますもちろん今はテスト運用なのでまだまだ少ないですけれどもこれが10倍100倍になったところで知れた金額だと思うのでこれを課金されるからやめておくというのは僕の頭には全くないです ということで、早速やっていきましょう。画面のところにちょっとメモとして今日やることを書いています。ライブの企画書を作りたい。ライブ名は春のフェスティバル2023と仮定しておきます。全体のスケジュールについてまとめてということと、音響機材の準備リストをまとめて、安全と新型コロナ対策の注意事項をまとめて、 この3点をワープロで編集していくときにどんなに便利かというのをやりますチャット GPT を使うんですけれどもこれは OpenAI の API を使いますので皆さんが知っているチャット GPT の画面とは違うワープロの横で一発でできるようになっていますじゃあこれで進めていきたいと思いますのでまずはこの 一番上の部分ですね。これからスタートしたいと思います。これちょっとコピーっておきます。じゃあ、Google Chrome でワープロを使うというのはどういうことかというと、この右側のところにメニューがありまして、ここにドキュメントというのがあります。これをクリックしまして、そうしますとこのワープロの初期画面が出ます。まず空白からスタートします。 通常ならここから文章を書くんですけれどもこの拡張機能というところに GPT シーツドックスというのを入れてありますこれでランチサイドバーというのをやるとですね右側にサイドバーが出てきますここにプロンプトを打っていけるようになっています先ほどのコピーってあるプロンプトを貼り付けます あと、気をつけるところは、MAX のレスポンスのトークン数と、そして、過剰書きにしたときに、まあ、最大で10項目とかいうような縛りを作ってあります。だらだらと長くなりすぎても、まとまりがつかなくなりますので、これはですね、まあ、このぐらいとか変更できますので、これも目安にしながらやっていきたいと思います。じゃあ、ここで注意することは、 insert prompt in document という風にしておきますと質問も一緒に貼り付けますがこの質問は後から消すという意味も含めて出てる方が消すだけのことですので僕はこのようにチェックをして分かりやすくしておりますじゃあこれでボタンを押します はい。チャット GPT の通常の画面と違ってですね、チャット GPT の方では、順番に一文字一文字出てきますよね。そうじゃなくて、しばらく考えておいて、整理をつけてからこのように出てくれるようになっています。ですから、ここにまとめてとしましたが、タイトルも打ってありましたので、ここでタイトルを入れてくれてあります。もうわかれば、このプロンプトの方は、 消してしまえばいいと思います。どうですかこんな簡単にですね、まとめてくれて、タイムスケジュールなんかも一つ参考例としてこのようにしてくれてあります。〇〇公園野外ステージということで、人員のスケジュール、いわゆる準備のところからこのようにまとめてくれてあるわけです。まあ、ここで1ページ超えてますけれども、これはあまり構わずですね、 後で成形することにしまして少し開業しておきまして次の質問に入りたいと思います。これも Chrome 拡張でこの目というねボタンを作ってありますがこれ目もできるとっても便利な機能です。次はここで音響機台の準備リストをまとめてというふうにしておきます。そうしましたらここに貼り付けます。そしてサブミットを押します。 はいこのように一覧表で出ましたがもう少し詳細な情報も欲しいのでここの下に詳細な情報も教えてということにしておきますこれは準備していませんでしたのではいチャット GPT のすごいところはもうライブの話だということはちゃんと分かっているのでですね準備のリストといってもですね 突然、選挙の準備とかですね、そういうことにはならないわけです。これを、詳細、詳細に教えてくださいと、今のリストでということで、ここから追加してもらうように、チャット GPT にお願いします。 はい。この時間というのは全く動画を編集したりして短くしていません。大体どれぐらいの時間がかかるかというのがわかるようにですね。このようにスピーカー、サブ風はアンプとなっててえ、今のリストでとしましたので、全く同じ機材で並べてくれてあります。そこが便利ですよね。 例えばもう一回聞いたらですね、さっきと順番が変わってたというのでは全く話になりませんのでね、これもとっても便利です。次はちょっとページ替えをしておきましょう。はい。ここで先ほども準備していました、安全と新型コロナ対策の注意点をまとめてというふうにしておきます。ブロンプトを貼りまして、また続きをやります。 はい、出ましたね。ちょっとこれも企画書としては簡単すぎますのでここでもう少し詳細にというふうに書きます。 このようにまとめてくれました。そしてこういうのはここでですね、消すだけじゃなくって、このようにして詳細というふうにしておけばいいわけです。そうしまして、順番に確認をしていきます。実際これはやる作業ですね。ここまでのところは5分10分以内ですね、こんな企画書が出来上がるということです。 これ1から考えてたら5分10分では全く済まないですよね。じゃあこれをこのようにしまして、ここでは標準テキストになっているのをタイトルというのを選んでおきます。タイトルちょっとはみ出ましたので少しだけポイントを下げていきます。はい。そしてセンター揃えにしておきましょう。タイトル。 とかしましたらこう左にですね概要というのがちゃんと出てくれるとっても優秀なドキュメントソフトもちろんここ修正をしていけばいいと思います、えー、僕は吉野の人間ですので吉野としておきますまあこのようなことがあってもう修正はですね楽なのはもう分かってると思うんですが 例えばワープロの使い方としましてちょっとヒントを言っておきますね。こういうのって頭をちょっと右側に送りたいっていうことがあります。それはここにインデントというのがありますのでこれでピュッとこういう風にすると見栄えがかっこいいですよね。少しタイトル的になりますのでサブタイトルという風にしておきましょう。そうしまして設備、設営とかいう風なスケジュールが このようになっていまして撤収までありますがここで次のページに移っていきますので開業をしておきます今度は音響機台の準備ということですのでこれもちょっとそのまま利用しましょうそしてもう少し大きくしておきましょうこのように はじめは簡単に上げてくれましたけれども、もう下にきっちり詳細を書いてくれてありますので、これは消してしまいましょう。こういうところですね、一行を超えていますよね。こういう時はどうするといいかというとですね、このマイクっていう風になったところで、シフトリターンをすると、この点がつかない編集ができます。これもですね、ここでシフトリターン、スペース、 このようにしておくととっても見やすさの部分ですね。あ、ちょっと間違いました。だいぶ綺麗に整いましたね。そうしましたらまたここでページを変えたいと思います。先ほどはリターンキーでページを変えましたがページ替えというのもあります。挿入でですね、区切りというところで回ページというのがあります。まあショートカットキーではコントロールエンター。 というような形になりますけれどもこういうふうにすることができますそしてこれも少し大きめにしておきましょうかえー、っとでここはですね、えー、詳細にとしましたように上には簡単にこうやって書いてもらってですねここから詳細にあると というふうにしてはどうでしょうか。大体もうまとまりましたね。ちょっとこれ大きすぎるので少し下げておきます。元のタイトルより大きすぎたらダメなんで、えー、このようにしておきます。設営準備。まあまあ、ここらはこれでいいでしょうけど、このようにまとまりました。3ページで綺麗にできましたが、じゃあこれをですね、メールで送るのか、 もしくはスタッフ全員が見れるようなホームページに表示するのかそこを一番便利なようにしたらいいと思いますまぁ、あ、で出力したいときはもちろん印刷という機能がありますので印刷でもいいんですけれどももう今の時代でしたらやはりウェブにアップロードする方がずっといいと思いますファイルからですね共有というのをしますそしてウェブに公開 こうしましたら、リンク埋め込むとか、まあこういう風になりますので、ここで公開というボタンを押します。この選択を公開してもよろしいか、このように出ますので、OK します。はい。そうすると、このようなアドレスが出てきます。はい。ここでちょっと下の方の条件を見ましたら、変更が加えられた時に自動的に再公開するということで、もし、 このワープロに問題がありましたら修正した時点で情報がアップデートしてくれます。約5分ぐらいでアップデートするようになっています。そして Web にと言いましたもののここでですね、スタッフ全員が Facebook をやっているというのならばメッセンジャーのグループに送るというのもできるということです。これでこのリンクをコピーします。本当に うまくですね、この文章が公開されているのか、これから確認をします。新しいウェブブラウザーを開きます。コピーしたアドレスを貼り付けます。はい。これでインターネットに公開できたわけです。はい。文章もきれいにまとまってますね。どうでしょうか。今日は全くですね、僕が 言葉でですね、ちょっと詰まったところとか以外はですね、全くカットはしていません。ノーカットでお見せしましたので、この時間が本当の時間です。そして僕は皆さんに解説をしながらやっていますので、もっと素早く公開までいけるんではないかなと考えられます。少なくてもこれの60%ぐらいの速さで公開ができます。まあ、急ぐこともないですよね。こんな時間でできるわけですから。 最後に API についてお話をしたいと思います。僕の API の利用状況です。ちょっと日本語に変えます。このようにですね、2月と、まあ、3月はまだ始まったばかりですけれどもですね、ここに書いてますように2月の場合でしたら0.0004ドル。まあこれはですね、日本円に直すとですね、6000ぐらいですね。 ですから、これの10倍でも60銭、そのまた10倍、100倍ですね。それでも6円ということですので、何百円と使うというのは、ちょっと僕の使い方ではありえないぐらい、そのぐらいの費用のことなんで、皆さん、費用のことは、 あまり気にする必要はないと思います。もちろん3ヶ月は無料期間がありますので、無料で使えばいいわけですけれども、これからの時代に50円ぐらいをけチってですね、これをやらないという手はないと思います。ただし、これ以上に便利な AI が出てきたらですね、またそれは解約をすればいいと思いますし、いいものを使っていけばいいと思います。 2023年は本当に AI 戦争が起こったという感じですよね。Google や Facebook のメタ、Amazon こちらがですね、どんどん次の AI を表明しています。もうやらないという手はですね、嫌いとか好きの問題ではなくなったというふうに思いますし、もちろん安全性の面とかいろんな課題は やはりあると思うんですけれどもそれを言ってしまえばもうインターネットなんてやらない方がいいしスマホも危ないしですねえー、いろいろ世の中には危険なことはいっぱいあるし悪いことを考えている人もたくさんいてるわけですそうはいえどもこの進化はですね全く使わないというわけにはですねスマホと同じでいかない僕はそのように捉えていますご視聴ありがとうございました 村長でした。